泉駅は、鹿児島県泉市場鯖淵にある、九州旅客鉄道、日殺オレンジ鉄道の駅である。九州旅客鉄道の九州新幹線が乗り入れており、当駅には、桜、または、ツバメが、毎時1から2本程度停車する。桜のうち、新大阪駅発着の列車が朝夕を中心に1日に8.5往復停車している。なお、当駅に停車する、桜は、 熊本駅鹿児島中央駅間は各駅停車となる列車のみで同区間を速達運転する列車は当駅には停車しない。日殺オレンジ鉄道線の駅は八代駅と川内駅のほぼ中間に位置しており車両基地も併設されているため日殺オレンジ鉄道線の拠点駅の一つとして機能している。当駅を始発。 終着とする列車も多く運行されており、JR 九州鹿児島本線への直通快速、スーパーオレンジ、オーシャンライナー薩摩も大半が当駅発着である。相対式ホーム2面2線を有する高海域。通過線がなく、安全のために、可動式安全策が設けられている。緑の窓口設置の直営駅で、待合室に、キオスクが設置されている。 乗り場 NPO 法人北札クラブが管理する有人駅である。駅番号は OR16。自動券売機、出発窓口、待合室を有する駅舎に、短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅で在来線部分の改札口は一番線ホームに直結している。新幹線部分の改札は、 古戦橋に直結しており、古戦橋から日刷オレンジ鉄道のホームに直接入ることができる。自動券売機は駅舎側に1台のほか、新幹線改札口と直結する古戦橋からの乗り換えの利便性を図るために2.3番乗り場にも1台設置されている。現役舎は新しい建物だが、その隣に国鉄時代の1951年に建てられた2階建ての 鉄筋コンクリート製の旧駅舎が残っており、現在も使用されている。簡易委託駅で駅係員は出発業務と駅管理のみを行い、運賃収受は運転手が行う。ただし、オレンジ感謝デーなどのイベント開催などで他客が見込まれる場合は、駅係員が改札、収札も行うことがある。駅舎は開業当時は、元国鉄 JR の駅舎を、 仮駅舎として使用していたが、元駅舎きに新しく、駅舎を建築して2004年4月1日より営業を開始し、元駅舎部分は改装されて営業部が使用している。現在も一番線ホームに旧改札口の移行として、仮駅舎時代に使用されていた階段や、JR 時代に使用されていた字幕式の行き先時刻案内表示器、改札窓口跡が残っている。 かつては、駅弁業者の松江県本社と製造工場も駅舎に入居して、駅弁を製造していたが、2013年10月1日より、駅の北東側に新しく建てた新工場に機能を移転している。日殺オレンジ鉄道の主要駅の一つで、車両基地等の所在駅であり、駅構内川内方の本線と、新幹線高架橋の間の用地に乗務員詰所、留置線、 研修庫、洗浄留置線、給油設備等が設置されているほか、駅舎側にはオレンジ食堂のアテンダントなどが所属する営業部も設置されている。そのため、当駅で運転士やアテンダントの交代を行うほか、ダイヤ上の都合や車両に不具合が発生した時、朝ラッシュやイベント開催時、団体乗車など、他客の乗車が発生した場合などには当駅で車両交換や、 列車の増解決作業を行うことがある。また、これらの作業やダイヤ調整、新幹線接続などのため、一部列車以外は当駅で5分から10分、程度停車する列車が多く、列車によっては20分から最大35分ほど、停車する列車もある。ただし、毎年3月中旬に、隣の高尾の駅付近で開催される、高尾の中野市や毎年8月に開催される、 高尾の夏祭り開催時は朝8時頃から夜まで毎年10月に八代駅付近で開催される八代全国花火競技大会開催時は午後2時頃から深夜までそれぞれ駅が大変混雑するため臨時に駅係員が配置される乗り場かつての国鉄時代は駅北側に校内専用専用のターミナルや貨車引き上げ線がありそこから 沿道の踏切を渡って、駅北東側にあった、出水制沈み工場と、大砲工業吸収工場が建っている、日本アルコール産業吸収工場、共同石油、伊藤中燃料、鳥教資料の各工場への広大な専用線が敷かれていた。当駅では、米の津港の港湾貨物輸送の取り扱いも行っていたため、駅構内からはさらにその先の米の津港に向けて、 国道447号線や国道3号線に沿い、米の津港の手前で国道3号の踏切を渡る形で港の岸壁に入る全長約 5km の長さの専用線が敷かれており、それぞれ有害車、タンク車、ホッパー車などの貨車による原料や製品の輸送が行われていた。米の津港からは国鉄各駅だけでなく出水駅周辺の 各工場への船内貨物列車の設定もあった。しかし、出水製紙株式会社が1981年5月末に経営破綻したことで、同年6月2日に出水工場が閉鎖され、専用船が廃止されたのを手をはじめに、続いて、米の都港専用船も1980年4月に、 川内港の大規模港湾事業施設が完成したことで1982年までに米の津港での港湾貨物取扱いの大半が川内港に変更され、米の津港での港湾貨物事業が大幅に縮小されたため、1982年11月にトラック輸送に切り替わる形で廃止された。その他に残った専用船も1984年2月1日の 貨物取扱い廃止に伴いすべて廃止され、その際に、側線や踏切などの施設もほとんどが撤去された。校内専用線の跡地は一部が必殺オレンジ鉄道車両の留置線として使用されているほか、引上げ線の跡も残り、他の跡地も、道路や、田畑、農道、駐車場、住宅地などに転用されている。米の都港専用線の線路跡地は、 国道447号線や国道3号線の道路幅の拡張、住宅や店舗、工場用地、米の都構の整備などに転用されたため大半が跡形もなく消失しているが、現在でも泉駅近くの線路跡の一部が農道として利用されており確認することができる。主な駅弁は下記の通り。各年度の各社乗車人員は下表の通り。 2014年度の駅取扱収入は16億6600万円で JR 九州の駅としては第20位である JR 九州の出水駅では新幹線用定期乗車券新幹線エクセルパスの利用者が九州新幹線の全区間の中でも非常に多く東駅鹿児島中央駅間の利用者数は2014年9月末時点で492人に達している これは、九州新幹線の定期乗車券の区間別利用者数では2014年9月末時点で、博多駅熊本駅間、川内駅鹿児島中央駅間に次ぐ第3位の利用者数である。JR 出水駅側の東口駅前には主だった店舗が存在しない。西口側は、かつての国鉄、JR 線時代の改札口だったため現在も、 旅館や食堂の建物があるが、駅前ホテルなどを除いて、ほとんどが廃業状態となっている。また、西口側は路線バス乗り場があるほか、西側の徒歩数分のところに大通りがあり、ロードサイドタイプの大型店舗が散見される。東側の国道沿いにはかつては、駅前デパートの泉久し屋が存在したが、市街地近郊に、 次々に開店した大型スーパーなどに押されて2000年に閉店し、現在はローソン泉ことぶき店と有料老人ホームことぶきに改装されている。また、デパート跡近くに昔ながらの商店街があるが、こちらも空店舗も多く、さびれて、閑散としている。路線バスはすべて必殺オレンジ鉄道駅舎側の西口から発着している。必殺オレンジ鉄道の臨時快速、 オレンジ食堂の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。